はい、皆さんこんにちは。今回は伝説ポケモンのみでレイトに潜っていきたいと思います。前にスイカさんとの触れ戦で少し使ったが、今回はレイトに潜っていくんだな。はい、上から、グラードン、ジェルネアス、ケルディオ、ジラーチ、レックウザ、カイオーガでレイトに潜っていきたいと思います。お相手が見つかったんだぜ。対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。お相手のパーティーは、キャラドス、レアコイル、ヌメルゴン、ローブシン、マンムー、トリトドンだね。さて、選出どうするんだ。そうだねー、パッと見カイオーガとジラーチは刺さってるから、その2体は連れて行こうかな。あと、レアコイル対策にグラードン連れて対戦に行きましょう。それでは、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。お相手の初手はマンムー、これは出し負けだな。交代安定か。さあ行ってこい、グラードン。このグラードンは気合のたすき持ちです。気合のたすき持ちだけど、確実にここつららばりだよね。ということでここはカイオーガに交代していきたいと思います。グラードン、また後で頼むよ。さあ行ってこい、カイオーガ。このカイオーガはお盆のみです。お相手のマンムーはつららばり、よしよし、ホエルコに交代しておいてよかったんだぜ。だからカイオーガだってば。お前は勝ってないかもしれないが、お前と視聴者さんとの温度差すごいと思うんだぜ。え、何言ってるの？そんなわけないじゃん。視聴者さんに伝説ポケモンかっこ笑って言われてるんだぞ。え、そんなこと言われてるの？知らなかったのか。まあいい、とりあえず実況やっていくんだぜ。はい、お相手のマンムーは自信。ギリギリ耐えたな、お盆の実のおかげで身代わり晴れそうなんだぜ。説明していませんでしたが、交代読みで身代わり売っていました。さてここだが、つららばりじゃ落ちないだろうし、ハイドロポンプ打っていこうぜ。了解です。お相手のマンムーは自信、問題はハイドロポンプが当たるかどうかだな。大丈夫、私の必然力なら余裕だよ。なんかうざいな。さあ行けー。よーし、私の必然力なら当然なのだよ。さあマンムーを撃破じゃー。おい、耐えられてるぞ。このマンムー、恐ろしい子。この恐ろしい子のおかげで、カイオーガはここでお役御免だね。まあよくやったんじゃないか、これだけ与えてくれれば、人手間でいけそうだしな。本当にカイオーガはよく頑張ってくれたね。お疲れカイオーガ、ゆっくり休んでね。さてここだが、サンドを出してもつららばりでやられるだけだし、ここは人手間出していこうぜ。了解です、では行ってこい、ジラーチ。さてここですが、お相手の残りポケモンを覚えてないんだよね。シャメかキャプチャーしとけよ。ごめんなさい、ということでとりあえずサイコキネシス打っていきたいと思います。よし、とりあえずマンムーは突破できそうだな。でもこのジラーチこだわりメガネなんだよね。技が固定されてしまうのは美味しくないな。そうなんです、だからサイコキネシスが効かないポケモン、もしくは半減のポケモンが出てきたらまずいんだよ。出てきたのはギャラドス、これはパワージェムが正解だったか。10万ボルトはマンムーに打てないしパワージェムでよかったね。とにかくここはサンドに交代して、こだわり解除したいと思います。お疲れジラーチ、また後で頼むよ。さあ行ってこい、グラードン。お相手の行動は？お相手はメガ進化、ねえマリサ、これっていうの前されたりしたら終わりじゃない？確かに、人手間が S で抜かれるだろうし、言うの前されたら終わりだな。ドキドキ、ドキドキ、ドキドキ。黙れ、お相手のギャラドスは身代わり、交代読まれたのかな？とにかく言うの前じゃなくて助かったんだぜ。さてここだけど、ギャラドスの身代わりを壊して、人手間の10万ボルトで倒していきます。その後3体目次第になりそうかな。お相手のギャラドスは滝登り。グラードン、絶対ひるんじゃダメだよ。いい？絶対だよ。レイム、それ、フラグ。あ、やはりな。それでは、対戦ありがとうございました。あ、ありがとうございました。それでは2戦目やっていきましょう。早速お相手が見つかったんだぜ。対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。お相手のパーティーは、シザリガー、ユキノオ、マンムー、アズマオ、多分ね、カバルドンだね。なかなか厳しそうなポケモン多そうだな。そうなんだよ、もうさっき出てないポケモンたちで行きたいと思います。なので、ジェルネアス、レックウザ、ジラーチで。待てー、キャタピーはどうしたー。それではじゃねー、キャタピーはどうしたー。え、キャタピーなんていないよ。お前最低なんだぜ。なんとでも言いなさい。それでは、対戦よろしくお願いします。お相手の初手はシザリガー。さあ行ってこい、ジェルネアス。このジェルネアスは進化の奇跡持ちです。さてここだが、ここは甘えるで行くのはどうだ。確かにいいかもね。それでは甘えるで攻撃力を下げていきましょう。ねえねえシザリガーさん、遊びましょう。はーい、遊びましょう。なんだこの茶番は。
茶番じゃないよ、甘えてるんだよ。お相手の左側は叩き落とす。進化の奇跡を落とされてしまったな。てか甘えるしてもこんなに食らうんだな。とりあえずタスキの可能性を消しておきたいので、宿り木の種打っていきたいと思います。お相手の左側は交代か、誰に交代してくるか。出てきたのは雪の王、これは宿り木読まれちゃったのかな。さあここどうする。ここは吹雪とか打ってくるんじゃないかな、ということで光の壁打っていきたいと思います。とりあえず光の壁は晴れたんだぜ。さあお相手の行動は。え、絶対レイド。あ、危ねえ。まさかの絶対レイドか。もう下手に交代して絶対レイド当てられたら嫌だし、ゼルネアスは光合成でも打ってここでお仕事終了したいと思います。お相手は絶対レイドレンだ。そして見事に当てていく雪の王。まあよくやってくれたんじゃないか。うん、さすがゼルネアス。さすがってほど仕事してないけどな。お疲れゼルネアス、ゆっくり休んでね。じゃあここは人手間で行くか。レッグーザは出せないもんね。では行ってこい、ジラーチ。それではパワージェム打っていきましょう。一撃で倒せないだろうけど、メガネ出し半分は入ってくれるよね。ギリギリ半分か、雪の王ってこんな耐久あるんだな。お相手の雪の王は外してくれたね、よかった。ではパワージェムで倒していきたいと思います。お相手は交代、3体目が出てくるかな。お相手の3体目は多分ね、多分これはもう詰んだ気がするんだけど。諦めるの早すぎだろ。多分だよ、多分。多分ね。よし、実況やっていくぞ。あ、はい。お相手の多分ねの持ち物は脱出ボタンか、珍しいの持ってるんだぜ。そして出てくるのは。出てきたのはシザリガー、これは叩き落とすで終わりのパターンかな。かなり負けのうこうだな。ここ交代して10万ボルトで倒せても、多分ねに勝てないし、あとはシビビールに頑張ってもらいたいと思います。ということでパワージェムで。さあ、どれぐらい食らうか。お相手のシザリガーは叩き落とす、これはさすがに耐えないよね。あとはシビビールに任せるしかないな。お疲れジラーチ、ゆっくり休んでね。さて、じゃあほぼ絶望的だが、シビビール出していくんだぜ。さあ頑張って、レッグーザ。このレッグーザはカゴの身持ちです。それでは、お相手が謎の竜の舞してきてくれることを祈って、ワイルドボルト打っていきたいと思います。お相手のシザリガーは叩き落とす、まずこれを耐えれるかだが。あ、これ反動で死んじゃう感じかな。とりあえず、いっけー。よし、これでシザリガー突破だね。霊夢、はっきり言おう。もう諦めろ。わかんないじゃん、眠るで体力さえ回復しちゃえば。シビビールより遅いポケモンいたか。お相手は多分ね。終わったかな。とりあえず小さい希望を信じて眠る打っていきたいと思います。お相手の多分ねはアンコール、これは反動でやられろと言わんばかりのアンコールだな。せめて多分ねだけでも倒してみせます。さあ行けー。多分ねに与えるダメージが少なすぎて、反動でも倒れれないしビビール。そんな。そしてとどめの火炎放射。レッグーザー。シビビールは見事かば焼きに。お疲れシビビール、後でご飯に乗せさせてくれ。それでは、対戦ありがとうございました。ありがとうございました。さっきと同じ感じで終わることになるなんて。